今日は島を味わい尽くす一日でーす。霜降りの、うん、いやーでかい、ね、油が滴って、そう、おい商店の座布団かよおいでかすぎんだろ。美味しいじゃろ、うまいねえ、うん、いやもう本当にね、この潮風を浴びながら食べるの最高。大きな今日ヒラメさんですから胃のも大きいんですね。あーうまっ。うん、じゃあもうね、行きますよ。え、まだ食レポ中じゃん。あ、まだ食レポ中、慌てる、もう食レポ中いいじゃん、もうそれで。楽しかった。今日は朝からね、しらす漁で、はい、ね、美味しいしらす食べさせていただいたし、ええね、美味しいお味噌、美味しい醤油、そしてバーベキュー、海を見ながら最高だったじゃないか。最高でしたね。お腹いっぱいですか。もうお腹いっぱい。そうきました、ね、もう帰ろうか。ちょっと待ってください。え、なんか大事なこと忘れてません？いや何も忘れてませんよ。デザート食べてないでしょまだ。デザート、はい、お任せください。ええ、俺以前行ったことがあるんですけど、ほうほう、めっちゃおすすめのデザートがあるんですよ。デザートがある、はい、そう、食べたいでしょデザート。デザートは別腹ですから。よかったよかった、まあ、デザート食べてもいいかな。行きましょう、うん、それがね、ナポリタンなんですよ。え、ナポリタン。なんですか。ナポリタンってスパゲッティのナポリタン。ほいほいほい、デザートじゃないじゃん。つるっといけますよね。いや、いけませんよ満腹じゃあねっていう。あ、いいんですか。え、絶対絶品ナポリタンの店なんですけどね。まあお腹いっぱいなら僕一人で行ってもいいんですよ。それはしょうがない。絶品ナポリタンなんてめったに食べれませんから。私ね、ナポリタン大好きなの。え、ちょっと食べたい。食べたい。食べたい。もうそろそろ見えてくるはず。あ、松本さん、あれあれ。おお。どうです？素敵。おしゃれでしょ。うわあ。こんにちは。あら。ちょっと大ちゃん。なんとまあ、久しぶりぶり、お元気でした。はい、妖精さんがもうさっき私たち、あのちょっと海辺でバーベキューもしたんですよ。今日はこれでと思ってたらどうしても、そうそう、倉橋に来たらね、倉橋カフェのナポリタンは食べないとなと思ってさ。ありがとうございます。ね、そうですよね。ちょっとお邪魔してもよろしいですか。どうぞ。嬉しい。よろしくお願いします。どうぞ。行きましょう。わー、はい、うわー、なんすごいですね。わー、ここは喫茶スペースなんですけど、松本さん、奥行ってみましょう。奥から行ってみましょう。奥はなんかもうすごいどちらの方に、ね、はい、すごい。まず松本さん、はい、これ気づきませんか。何かわかりますか。あ、これなんですか。これ見たことありませんか。え、これ何崎陽軒のシュウマイ。え、シュウマイ弁当。わかります。シュウマイ、あの横浜の崎陽軒のシウマイ弁当の、はい、お醤油、お醤油差し、あの可愛いじゃないですか。めちゃめちゃシウマイ食べましたね。いや、現在もです。現在も集めてます、はい。奥がまたすごい、コレクション、このコレクション。まず佐藤ちゃんですよ。佐藤ちゃん。佐藤ちゃん。佐藤ちゃんです。これはどういうきっかけだったんでしたっけ？このケロちゃん、ケロちゃんとコロちゃんね。はい、これを私が子供を3人ね、小さい子供を3人連れて薬局に行った時に、ケロちゃんコロちゃんもらったんですよ。そしたら、ある日、あのよそのお店に行った時に、そのもらったケロちゃんコロちゃんが2800円で、それで、欲を出して味を締めて、味を締めて、それで、あ、これひょっとしたらって集めたらいいかも。昔からね、なんかね、いずれは、まあ、手が子育てもね、ちょっと手離れたら、はい、喫茶店やりたいなと思って、はい、昔からそれでいろんなものをこう集めてたんですよ。と、で松本さん、はい、ちょっといいですかね。松本さんのこちら、お、気づきました。ここは
あれですね、テディベア。テディベアですよ、流行りましたもん、テディベア。このクマちゃんも結構珍しいクマちゃんもたくさんありますね。そうですね、ここら辺もなんです。オードリーヘッパーこっちですか、はい、鼻筋高いです。あ、本当だ、メバリも入ってます、上向いてる。あ、これがオードリーヘッパーのメモリアルベラ。ベラじゃない、これ相当価値があるんじゃないですか。いや、相当だと思います。僕はね、ここに来て一番感動したのは、ここのゾーンなんですよ。あ、見てください、もしかしてこれはクイクイクイチョコボール。そうなんです、家族総出で食べます。聞きました、すごい。おもちゃの缶詰をいただくために、この子供の時の憧れのおもちゃの缶詰、見たこれなんです、ね、見たことあります。私見たことなかった、おもちゃの缶詰。銀は1枚、金は1枚、銀なら5枚、銀が5枚。これちょっと見せてもらっていいですか、開けて。あ、これですね、これすごい。あ、これね、あの、これすごい貴重なんです。貴重なものちょっと来ますよね、この、 あの景品が、はい、そしたらその中にハガキが入ってたんです。ほうほう。で、またそのハガキに銀のエンジェルを3つ送れば、はあ、キャラメル缶差し上げますってあって、でまた3つ送ったら、はあ、キャラメル缶っていうのがこのオルゴロだったんです。オルゴロ、ちょっと待ってくださいね、え、見せていただけないんですか、はい、いえいえ。おー、開いた、開いた。おー、小賀さん、おーおーおー、おー、すごいな、裏が障子になってて。ありがとうございます。どうぞどうぞ。はい、これちょっといいですか、初めて見ました、はい、これ何ですか。これね、オルゴールなんですよ。しますね。うわ、このナポリタンすごい。うわ、そうか、あれがなかった。これも拍手でしょ。いや、すごい。なんか僕らの大好物が全部乗っちゃってる感じでしょ。ね、ソーセージに、はい、目玉焼きに、目玉焼きにナポリタン。ナポリタン。いや、これはごめんなさい、もう満腹とか言って。そうでしょ。全然食べれる。デザートですか。全然食べれますね。テンション上がりますね、これね。テンション上がる、はい。なんでナポリタンにしようと思ったんですか。子供の時に、うん、あの母親に初めて連れて行ってもらって、うん、あるお店で食べたのがなんか忘れられなくて、ね、でその時は本当大きいウインナーがポンと乗ってたんですよ、ね、はい、卵が乗って鉄板で焼いて、うん、でその印象がすごく強くて、うん、でいずれ何かするんだったらあれなら作れそうかな。もう、いただきますね。いただきます、はい、あ、うわー、ナポリタン、これがまたね、鉄板からはみ出さんようなもうはみ出しそうなこの山盛り。お箸もございますけど、 あ、 いいす、ありがとうございます、これで大丈夫です、はい、いきまーす、はい、どうぞ。ナポリタンです。うん、おいしい。ケチャップのこの甘辛い感じ、もうザ・ナポリタン、ナポリタン、うん、うん、わあ、嬉しい、嬉しい、美味しい、うん、この半熟具合が大好きでね。そう、この卵をちょっと ここにね、ナポリタンを、ね、崩しながらいただくのが、はい、黄身をつけポリタンですよ。ほら、うわあ、美味しそう。じゃあいただきますね。あ、どうぞ。わあ、久しぶりだな。これ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 ですよ。これ食べて帰らないとね。お母さんって言いたくなるような。本当に懐かしさもあるし、鉄板のこのね、熱で下の方がカリカリになる感じね。本当になんでしょうね。何本でも食べれるとはこのことです。一応あの器にも凝ってるんです。あら、なんで、うん、いや、あのこういうね、うん、あのすごくこれかわいい、津軽ビードロっていうんですけどね、これかわいいなと思って。かわいいものがお好きなんですね。そうですね。じゃあ大ちゃんのことも。つまらないことを言いました。みんな大好き。よくそうやって振られたの思い出しましたね。みんな好き。